皆さんこんにちは。マレーシア教育移住チャンネルのヒロです。本日はセントジョセフインターナショナルスクールに来ております。こちらの学校は、イギリス式のカリキュラムを採用しているんですが、後半はIB と2023年からは、A レベルも選択できるような学校になっております。小学校では、毎日マンダリンがあったりシンガポールマスを採用していたりしておりまして、後半に詳しいカリキュラムなどは説明したいと思います。でこちらがまずエントランスで、ハイスクールオフィス。でこちらがハイスクールのプリンシパルのオフィスになります。あ、ハイスクールオフィスね。でこちらがプライマリーの子どもたちが使う遊ぶところですね。食べるところと。でこちらキャンティーン、カフェテリアですね。でこちらがホールですね。イベントとかに使われるホールになります。でこちらが、バスケットボールコートですとか屋外での運動をするエリアですね。でこちらがプールになっております。ちょうど行った時はまだ夏休みでしたので生徒とかの様子はちょっと撮影できなかったんですが、一学年に 4クラスですね。3から3。で先ほど見ていただいたのがプライマリーの教室になります。一学年3から4クラスあるとのことでした。でここが今見ているのがキンダーガーデンとかですね。幼稚園の子どもたちの遊ぶエリアになりますね。ワンタームで一つの楽器を選んでミュージックの時にやるということでした。でこうちょっと円形になった周りに教室とかいろんなお部屋が囲っているような感じですね。でこっちが室内の体育館になります。一緒に見学に行っていた男の子もすごいマレーシアの学校すごいというおっしゃってましたね。でこちらがプライマリーのライブラリーになります。かわいいすごいすごいデコレーションが凝っていて、わお、結構図書館はかなり広い感じでした。新しい本の紹介とか、なんかこういうデコレーションもすごいたくさんしていて、まあ、奥にも本棚の他にも、まあちょっと椅子ね、夏休みなのでちょっと椅子がちょっと片付けられてたりするんですけれども、奥の方にリーディングスペースなんかもあったりしました。かなり本の数がすごい多いなという印象でしたね。リーディングコーナーね。こちらがリーディングコーナーですね。ちょっとお家のような形をしていて、ここにみんなプライマリーの子どもたちはリーディングの時に来て読んだり本を借りたりするとのことです。ねえ。宗介くん。はい。一緒に見に行った男の子も、本をちょっと興味持って見てたりしてましたね。それはなんだ。恐竜の絵本とか。何だろう、恐竜？恐竜かな。恐竜。面白い？マレーシアの学校どう？すごい。すごい？普段の日本の学校よりめっちゃすごい。めっちゃすごい。今の日本の学校よりもやっぱりマレーシアの学校はすごいというふうに、おっしゃってました。楽しそう。マレーシアの方が楽しそうとのことです。だってこれプライマリーだけですもんね。ここねセカンダリーは別って言ってましたから、プライマリーだけの図書館って言ってました。でこちらのフロアがプライマリーの図書館になっておりまして、この1個上のフロアにセカンダリー の図書館があります。全体的な画像こんな感じですね。本屋さんレベルですよね。本当ですよね。すごい。本当、そう、デコレーションが本屋さんみたいなですねってみんなで言ってました。ね、でこれが今上からセカンダリーのこちらがライブラリーですね。ね。もう少しシンプルになって、こう雑誌とか置いてあったり、ビジネス書の雑誌が置いてあったり。ね、プライマリーよりもちょっと落ち着いた感じの図書館ですね。プライマリーのスタッフが
晴れた？ライブラリーのスタッフの方が、これはあのデコレーションとかは、あの時期によってこういろいろ変えてくれるみたいです。ね、ね、算数のあのあれとかもの本もありますね。で、こちら側の外観というかエントランスですね。な感じになっております。はい、続きまして、セントジョセフインターナショナルスクールのカリキュラムについてご案内をしたいと思います。はい、セントジョセフインターナショナルスクールのこちらのトロピカーナ PJ キャンパスは2016年の8月に設立されまして、もともとシンガポールにあるセントジョセフインスティチュートインターナショナルスクールの姉妹兄弟校として2016年に設立されたということです。で、こちらの全体像ですね。結構そのトロピカーナというエリアが、最近はドンキホーテなどができたりして、すごい便利なエリアで、住宅街としてもすごい治安のいいエリアなので、まあ、ここのすぐ隣のコンドミニアムとかで、にお住まいになれば、徒歩でも通えるような学校になっております。はい。で、クイックファクトアバウト SGIM ということで、現在5年、2016年の、8月に、開校して、今年で、6年目ですね。6年目の学校になっています。で、基本は、イギリス式の、カリキュラムを採用していて、人格教育、あと、シンガポールマスを採用しており、小学校に関しては、あと、毎日マンダリンの授業を、があるというところに重点を置いております。小学校は3歳から11歳向けの子供向けで、高校は11歳から18歳のお子さんに、向けて教育をしているということです。で、現在28カ国から約700人の学生がおりまして、セントジョセフインターナショナルスクールは、まあ、優れた能力を提供するような、まあ、力づらい教育の仕組みが備わっていますとのことです。学校の方では EAL といってエクストラのイングリッシュのカリキュラムも授業もございますので、まあ、英語力がちょっと足りないという方もサポートの方は受けて、ちゃんとサポート体制も整っていますとのことです。はい、Our Mission and Vision ということで、当初から全ての人に特に、最後、使命ですね。こちら、セントジョセフ、インターナショナルスクールが、そのラサリアのコミュニティということで、クリスチャン、もともとクリスチャンのそのコミュニティの延長でできた学校ということで、まあ、そのあたりのビジョンをすごく大切にしていますということですね。なので、まあ、勉強もそうなんですが、まあ、人格形成というところも、重点を置いて、教育していますということですね。ですね、学生が、まあ、試験に成功するだけでなく、まあ、社会の一員として充実した生活を送ることを可能にするということが、まあ、こちらの学校のビジョンであり、ミッションであるということです。はい。で、現在、合計90人ほどの、教師が、教えておりまして、約 72% の方は英国からの、駐在員として、教えている先生がいらっしゃるということですね。学校はそのトロピカーナのペタリンジャヤというちょっとクアラルンプールの中心やモントキアラからもまあ20分ぐらいのエリアにあるんですが、トロピカーナというエリアのところに、まあ、6.5 エカのキャンパスを備えています。で、まあ、屋内スポーツホールからスイミングプール、行動、まあ、体育館とか先ほど見ていただいた、そうですね、ホールですとか、まあ、あと小学校と、まあ、高校の図書館も分かれていて、あと、まあ、サッカー場ですか、バスケットコールコートとか、まあ、そういったもの、個別の音楽の練習室ですとか、あとは、まあ、そうですね、専任の看護師、シックベイという、保健室などもちゃんと揃っております。はい。で、学生の安全な、オーハ環境を確保するために、キャンパスの外に、セキュリティも、2カ所ぐらい入り口のセキュリティがありましたね。はい。で、そういうセキュリティもきちんとしております。とのことです。はい。ユニバーシティですね。進路の方ですね。これまで、まあ、学生、オックスフォードですとか、まあ、こちらに記載されているような有名な大学の方に、結構進んでいる方が多いということですね。日本ですと、まあ、東大とかにも行っている方もいらっしゃるということです。はい。トップティーチングということで、学校の先生の質についての、ご説明ですね。
そのラサリアの価値に取り組んでいますということで、まあ、ホリスティック教育に情熱を注いでいますということで、現在主にアメリカ、英国ですね、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダから来ている先生が多いということです。すべての先生が学位を認められた教育資格を持っていて、マレー語やマンダリンの科目を教えている先生は、まあ、ローカルのマレーシアの先生になりますということです。で、こちら、カリキュラムパスウェイですね。アーリーイヤーズ、幼稚園から、キーステージ1、2、ファンデーションイヤーズ、インターナショナル IGCSE といって、その後に IBDP で、2023年、来年からは、の8月から A レベルもスタートいたします。はい。で、まず、じゃあ、エレメンタリースクールのカリキュラムは、こちらの、図のものを採用しています。ということですね。ナショナルカリキュラムと IPC、インターナショナルプライマリーカリキュラム。あとは、まあ、人格などの、あれですね、形成に、まあ、こういったものを採用しているということで、ちょっと細かく見ていきます。インターナショナルプライマリーカリキュラムですね。こちらは、イギリス式の、全国カリキュラムを教えるための手段として、採用しています。クロスカリキュラム研究ユニットということで、あと科学、人文科学、コンピューター、芸術、音楽、PE などの、主要な科目を取り込んでいるということです。構造化された主題単位で教えておりますということですね。はい。で、UK ナショナルカリキュラム、アーリーイヤーズスチューデント、まあ、幼稚園ですね。ナーサリーとかレセプションと、あとエレメンタリーですから、イヤー1から6ですね。で、採用しているカリキュラムであるということですね。はい。まあ、英語の、まあ、こちらも英語福祉費のカリキュラムに基づいていて、まあ、英語のリーディング、ライティング、スピーキング、リスニング、まあ、科学とかコンピュータ、アート、PE などの科目を、採用しているということですね。あとはこちらの特徴として、あとはやはりシンガポールマスを採用していくということで、で、まあ、シンガポールマスは、普通の数学よりも少し難しいというか、いう印象なんですけれども、まあ、概念的な理解に基づく数の概念をしっかり把握される、まあ、高度に開発された問題解決のアプローチ。で、シンガポールの教科書を使うという。で、定期的にそのシンガポールマスのトレーニングを受けた先生が、まあ、教えているということです。シンガポールマスを採用している学校はそこまで多くないので、まあ、ここもそうなんですか。あとはヘルプとか、まあ、あと他もありますかね。まあ、そんな通行なので、まあ、シンガポールマスやらせたいっていう方はすごいいいかなと思います。あとはラングエッジですね。で、こちらがやはり毎日マンダリンがあるっていうのは他の学校ではあまりないので、まあ、イヤー1から6までは基本的に毎日マンダリンがありますよということで、あとバハサのことも書いてあるんですが、まあ、海外のね、バハサやらない、やる、まあ、やってもいいですし、やらなくてもいいんですけれども、まあ、バハサも、そうですね、イヤー4まではウィークリーにありますよということですね。で、次、ハイスクールのカリキュラムですね。ではこちら IGCSE と IBDP と A レベルが2023年から始まりますということです。イヤー7から9のカリキュラム IGCSE を採用しておりますということで、まあ、そうですね、教科はこちらに今書かれているような、英語、数学、科学も、生物、科学、物理の組み合わせで、第二言語がマンダリンからスペイン語の方も選択が可能になってくるということですね。あと、マレー語は、まあ、ローカルの学生はマレー語も選択するということですね。で、まあ、まあ、詳しくはこちらの、そうですね、科目を見ていただければと思います。で、イヤー10と11で IGCSE を、テストがあります。で、こちらは、国際的に認められた、イギリスの、ナショナルカリキュラムのインターナショナルバージョンということですね。で、2年間にわたって、こちらの自分の選択した、科目を、勉強して、最後にテスト、IGCSE のエグザムを受けるということですね。まあ、まあ、思考スキル、分析能力、問題解決スキル、時間管理スキル、知識とスクリーと応用と、まあ、暗記ということが書いてあります。で、こちらが、サブジェクトですね。選択科目の詳細になります。ブロック1からブロック6まで、各、まあ、ジャンルに分かれて、まあ、こういった科目を、
セントジョセフの方では選択できますということで、まあ、IGCSE を受けるにあたって、まあ、どの科目をね、どの学校がカバーしているかっていうのは、まあね、選択するものを、お子さんによって、得意が変わってくると思うので、まあ、そのあたり、確認して、見ていただくといいと思います。で、続きまして、実際の IGCSE のスコアの、成績ですね。で、こちらはまず2021年の、成績になります。A プラスですね。が 55%。A から A プラスが 76% ということで、10A プラスとかっていう方もいらっしゃるので、かなりレベルは高いのかなというような印象です。で、こちらが2022年ですね。で、A プラスが 53%。A から A プラスが 75%。ということで、こちらにも、成績が良かった方の、お名前とお顔が貼り出されております。はい。続きまして、IGCS が終わりますと、シックスホームに進みまして、まあ、大学の入試に必要な、まあ、IBDP を取るのか、まあ、2023年からは A レベルと、どちらも、選択できるようになります、ということです。そうですね。まあ、自分の好みの学習スタイル、願望、将来の大学と研究キャリアの道に、まあ、最も適した選択することをできますということですね。まあ、この選択肢が2つあるっていうところもすごく魅力かなと思いますね。あまりないので、その両方選べるっていう学校が。はい。まあ、こちらは IBDP と A レベルの VS ということで。はい。IBDP は、まあ、サブジェクトがやはり多いので、6つのサブジェクトから、選択をして、まあ、そちらの試験を受けるということですね。あとは、プラスの3教科、コアの、E-Extend Essay と TOK というテクノロジーオブナレージで、CA、CAS というクリエイティブアクティビティサービスというちょっと課外活動ですね。まあ、こういったものをすべて、こなして、最後に成績が出るというような形ですね。で、A レベルの方は、まあ、こちらの方はもう少し、専門の、もうちょっと、例えば理系、文系などと、日本ですと分かれたりすると思うんですが、まあ、そういう、なんでしょう。もうちょっと、少数の科目に、重点を置いて、研究を集中させることができますってことですね。こちらはキャリアパスにリンクすることも、学生が自分の学力や興味を探求できるように、より広く選択することもできますってね。学生は3つ、場合によっては4つの科目、まあ、3、4科目を選択して、まあ、そちらを深く勉強するということですね。はい。オプションの幅は IPQ サービスプロジェクト及び CCA を通じてオファーに追加できますということです。で、こちらはまあ IBDP ですね。イヤー12からイヤー13で選択できるということですね。で、こちらが、2022年から2024年に IBDP を選択した場合に選択できる科目ですね。で、ブロック1からブロック6まで、まあ、こちらの中から、まあ、教科を選んで、勉強をしていくというような形になります。2018年卒業した IB の最初のバッチで、マレーシアでは最高の結果を得る学生のサポート能力を示しましたということですね。平均スコア37ポイント。学生の 32% が40ポイント以上を獲得していますということです。2019年から2021までの次の3年間の結果により、4年間で平均スコア 38.2 を維持していますということです。で学生の3分の1ですが、が40点以上ということなので、かなりレベルは高いんじゃないかなというふうに思います。IB の、満点が45点なので、まあ、3分の1が40点以上ってことは、かなりすごいんじゃないかなと思います。で、こちらは2021年の、結果になります。45ポイントが、もう、そうですね。満点の人が10人ですね。55% なので、10人いらっしゃるということですね。で、平均アベレージが、43ポイントで、2021年の、世界、ワールドアベレージが33.02なので、10点もオーバーしているということで、かなりこの年は成績が良かったということですね。で、今年ですね、2022年度は、44点が最高得点になりまして、2名ほどいらっしゃったということですね。で、40
ポイント以上は 32% ということで、平均のアベレージは37ポイントということです。はい。IBDP の、セントジョセフでの IBDP についてということで、まあ、IB を卒業した学生は、まあ、オックスフォード、ロンドン経済大学、ユニバーシティカレッジロンドンですとか、まあ、こちらに記載されているような、まあ、シンガポール大学、東大などにも、の大学からのオファーも得ていますということですね。まあ、素晴らしい結果を得て、IBDP の、プログラムが、学生に、良い影響を与えたんではないかということが書いてあります。で、こちらが、2023年から始まる A レベルのオプションで選択できる科目になりますね。ブロック1からブロック4の中で、こちらの方から、選択をして、A レベルの、試験に臨むことができるということですね。あとは最後に PSG というのが、パレントサポートグループということで、まあ、保護者の、コミュニティみたいなものがあるということですね。まあ、学校の活動を通じて子どもたちの学習の支援、機会を支援したり、強化したり、改善するためのグループということです。まあ、こちらのグループで、まあ、社交のイベントをしたりですとか、事前活動とか、事前活動の資金を集めて、バザーとかですね。結構インターナショナルスクールってそういうファンドレイジングのバザーをみんなでやったりとかいうことがあったり、あとワークショップをしたり、ボランティアをみんなでしたりとか、そういう親同士の交流も結構あるので、まあ、そのグループがありますよというような感じになります。はい。では、以上になりますが、セントジョセフインターナショナルスクールのご案内になります。スクールの方の見学もできますし、まあ、オンラインでのご相談とかもお受けできますので、もしこちらの学校だったり、マレーシアのインターナショナルスクールにご興味ある方は、もう、まずは、チャンネル登録していただいて、まあ、LINE で直接、ご質問なども受け付けておりますので、ぜひ、お気軽にメッセージの方をいただければと思います。では、最後まで見ていただいてありがとうございました。失礼いたします。